れがいいかなっと。いつまでも寝ていられない。ひばりのことが心配だ。あのドジっ子なら心配ないわよ。お前は、ひばりはね、蛇女学園に転校したから。ふん。また私を無視する気？でもひばりの話は本当のことよ。あんたを怪我させたことによっぽど責任を感じてたんでしょうね。超秘伝忍法書を持って私たちの学校に乗り込んできたの。うん。あんたの敵討ちのつもりだったんだろうけど、あの子じゃ超秘伝忍法書は使いこなせなくて。それでどうしたんだ？私の言うことなんて無視するんじゃなかったの？答えろ。それでひばりはどうした？だから言ったでしょ、蛇女に転校したって。ふざけるな。どうして敵討ちから転校になるんだ？聞きたい？ああ、聞かせてもらう。力ずくでな。嬉しい。ようやく私の方を向いてくれたね。毎週未来舞い順じる。いざ尋常に舞い散れ。貫け。忍び転身。
ヒバリについて知っていることを全部話せ。またヒバリ？戦いが終わったらもう私のことは無視？ふざけんな！私を無視する奴は絶対に許さないって言っただろ！無視しているわけじゃない。俺はヒバリのことが知りたいだけだ。うるさい、うるさい、うるさい！あなたに無視される人間の気持ちが分かった？お前の気持ちなら知らん。俺の質問に答えろ。そうなの。分かった。分かったわよ。あんたの裏切られる人間の気持ちを味わえばいいのよ。そうすれば私のことも少しは理解できるはず。何を言っている？超秘伝忍法書を私たちに奪われて、ヒバリはもう半蔵学院には戻れないと思ったの。でも忍びになることは諦めきれない。それがあの子の夢だから。だったら残された道は蛇女に転校するだけ。ヒバリは自分の夢のためにあんたたちを捨てたってわけ。そんなバカなことが。あら、ショックなの？でもそれが事実。
あんたはひばりにご出身だったけど、あの子の本はそうでもなかったってこと。残念ね。でたらめを言うな。信じられないんだったら蛇女に来ればいい。うちの生徒になったひばりを見ることができるから。あら、でもあんたには蛇女の場所がわからないか。それじゃ無理ね。ひばり、あんな奴の言葉、俺は信じないぞ。